配下返り咲きへ阪神のもう一人の佐藤の現在地。プロ4年目、育成2年目を迎え、今季は不退転の覚悟。ここまでウェスタン6試合で防御率 2.89 を残している。成長の後を見せたのは3月31日のウェスタンソフトバンク戦だ。3回から登板し、得意のカーブで2者連続の空振り三振を奪うと、4回も最速151キロの直球とフォークにカーブを投げて2回を無安打無失点、無四球の快投を演じた。試合後、和田二軍監督は佐藤蓮が収穫と名前を挙げ、何年も制球で苦しんできてるけど非常に落ち着いて投げられていると評価。結果も出ている。これが普通ぐらいになってくるとまた違うものが見えてくると思う。続けてほしいと学生に期待を寄せる。佐藤蓮も一時期良かったけどこんなもんか。カーブだけいいイメージやわ。伝説の20年ドラフト最後の選手。あとストレートでストライク取れたら戦力になるんやけどな。外野とファーストが欲しい。大山はもうしんどいやろ。もう一人の佐藤、制球難はなかなか治らんよな。アマチュアの時からコントロール悪かったんかな。ストライクはいれば無双という。投手番へ越え、まだ若いんやし可能性はある。佐藤蓮ほど覚醒という言葉が合うやつはいない。たくさん苦労した分報われてほしい。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。